スクリーンショットの撮影方法について説明いたします。サイドキーと音量ダウンキーを同時に押します。スクロールキャプチャーのアイコンをタップすることで画面を下までスクロールして一つの画像として撮ることも可能です。続いて撮影したスクリーンショットの保存先についてご説明いたします。ホーム画面の Google フォルダからフォトをタップします。ここから撮影したスクリーンショットの確認が可能です。